吉野家にて2度目のライザップ牛サラダ食べてみた。今回は単品で注文。思ったことはこれ単体だと食べ応えボリュームが物足りない。肉。牛の具がとにかく少ない。見た目は結構ありそうに思ったのですが、牛肉は大きめなのが3切れしか入っていない。玉ねぎは1かけらしかない。鶏肉は適度な量ですが1個きちんと切れていなくてひっついてる肉があった。豆は適度。ブロッコリーも特に問題ない。キャベツは鮮度がちょっとヘタレ感が感じた。温泉卵。温玉は特に問題なく。前回よりも柔らかめで箸で簡単に割れた。食べ応え。腹ごぶくらい。ガチで牛丼並み盛り注文しようか悩んでしまった。吉野家のライザップ牛サラダはとにかくボリュームが物足りない。せめて味噌汁は必須かな。糖質制限のためにこれ食べてもなぜかご飯が食べたくなる。